こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Windows 10の Windows スタートメニューにお好みのフォルダーを追加する方法についてご案内をいたします。私も Windows 7から Windows 10にアップグレードしたんですけれども、これまでとこのスタートボタンを開いた時の表示がガラリと違ってしまって、今までと違って分かりにくいといったこともあるのではないでしょうか。この Windows スタートボタンに、もともとこのようにエクスプローラーや設定、電源といったボタンは用意されているんですけれども、こちらにドキュメントとか、あとはよく使うピクチャー、ミュージックといったフォルダーを表示させたいといった場合、表示させることができますので、その方法についてご案内をしていきます。それではこの Windows スタートボタンをクリックしていただきまして、こんな表示になっていたら、この展開というここですね、ここをクリックしてみてください。そうするとこのようなシンプルな画面が表示されるかと思います。この中の設定、こちらをクリックします。そうすると Windows の設定というこのような画面が出てまいります。この中の個人用設定、こちらをクリックしてください。そうするとこのような画面が出てまいりますので、左側のメニューの中からスタート、こちらをクリックします。そうすると右側にこのような表示出てくるので、一番下まで画面をスクロールしてください。そうすると一番下にスタート画面に表示するフォルダーを選ぶという項目がありますので、こちらをクリックします。そうするとこのように一覧が表示されますので、この中から、Windows スタートメニューに表示させたいフォルダーをオンにしていきます。それでは、じゃあドキュメント、それからミュージック、ピクチャー、この3つを表示させていきましょう。ドキュメントオフになってますね、これをオンにします。それからミュージック、これもオンにします。あとピクチャーですね、オンにします。このようにいくつか項目がありますので、この中から必要な項目をオンにしてください。オンにし終わったら、こちらも×印で閉じてしまって OK です。ではもう一度 Windows スタートボタン開いて確認をしてみましょう。そうするとこのように、先ほどエクスプローラー設定、この上にですね、ドキュメント、それからミュージック、ピクチャーと、今オンにした、追加したフォルダーが表示されました。ちょっと開いてみましょう。ドキュメント開いてみます。そうすると、パソコンの中のドキュメントフォルダーが開きました。ちなみに、このようなよく使うアプリが開いている場合は、こんなふうにアイコンで表示されていますね。じゃあちょっとピクチャーを開いてみましょうかね。ピクチャーを開いてみましょう。そうすると、ピクチャーフォルダーが開くことができました。このように Windows 10、今までと使い勝手が変わってしまって使いにくいと思うことがあるかもしれないんですけれども、スタートメニューもご自分でカスタマイズすることができますので、よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。